はい、どうも、ヒアレスです。どうも、カイノイスです。今日なんですけど、まあ、はい、CPFM とね、ナイキのコラボの情報出てきてるんですけども、はい、実はですね、ダンクの話も、まあ、先にはなるんですけど、はい、出てきてるということで、はい、そのあたりを今日はちょっとやっていきたいな、というところですね。はい、あとで、この間ね、チャック・テイラーの方を、はい、カイノイスさん買われたと思うんですけども、実はキム・ジョーンズとのコラボの話がね、はい、今出てきてるということで、そうですね、はい、そのあたりもちょっとやっていきたいな、というところと、あとですね、エアフォースワンで、ちょっとね、はい、気になる一足が。いや、これ面白いですよね。僕ちょっと欲しいなと思ってるんですけども、はい、そのあたりを今日やっていきたいな、というところです。今日は音楽情報。軽くあります。軽くなんですか、ね、軽くですね。はい。このチャンネルではスニーカーやファッションに関するリーク情報や最新のニュース情報を動画でお伝えしているチャンネルとなっております。チャンネル登録の方が済みでない方は、この機会にチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい。我々 SNS と言いますか、Twitter と Instagram の方もやっておりますので、概要欄の方にリンクの方ありますので、気になる方はフォローの方よろしくお願いいたします。ぜひお願いします。はい。はい。では早速なんですけども、CPFM ですね。はい。はい。あるリークアカウントサイトの方から、2022年の話なんですけど、大先ですね。はい。これ来年になるんですよ。というのもですね、来年に、ナイキダンクローとか、ナイキダンクハイの発売のリークって、まだ実は出てきてなくて。あ、そうです。出てきてるね。はい。リークの情報っていうのは、大体ね、今年中に全部ね、伏線回収しそうな感じなんですよね。ああ、そうですね。はい。で、2022年以降のダンクの発売の情報っていうのは、実は全然リークで出てきてなくて、はい、まあ、2021年で一旦ね、でっかい花火を打ち上げて終わるじゃないですけど、うん、まあまあ、そんな雰囲気があった。そんな雰囲気があった中、はい、来年なんですけど、カクサスプラントフリーマーケットの方で、はい、ナイキダンクロードのコラボで再びね、リリースする話ができてるんですよ。はい、こういった形で今見てもらったのはモック画像で、うん、まあ、セールカラーのもので、これ強調してたんですけど、はい、レーザーが使われてるって書いてましたね。なるほど。はい、一応 SP っていうふうに名前が入ってまして、はい、カクサスプラントフリーマーケットナイキダンクロー SP ということで、この一足だけなんですけど、はい、カラーはね、今と分かってるのは、うん、2022年に発売するという情報が来てるんですよ。はい、今回リークしてる違うアカウントの方がですね、はい、これとは全然ね、もう見た目が全然変わるものになるっていうのを言ってましたし、数週間のうちに実物をね、はい、見せるかもしれないっていうのをもう匂わしてたんで、ちょっと楽しみなんですね。楽しみですね。はい、ずっとその方と今僕ウォッチしてるんですけど、はいはい、まあ、もし実物の投稿できたら、はい、こちらの方で、ね、ご紹介したいと思ってるんですけど、ね。前回のね、ダンクロー CPFM とのコラボだったんですけども、はい、最初に出てきたリーク画像とも全然違うものに。全然違ってましたね。落ち着いてまして、驚きましたから、ね。というのもね、スワロフスキーが使われてたんで。しかも全体にね。そうなんですよ。それはね、誰も予想つかないだろうってい う感じでしたよね。はい、出てきたのも全然違うかったんで。はい、しかも割とね、若干ね、ダンクローの、うん、パンの部分ってちょっとだけ厚さんでしたよね。そうです。薄いものではなかったと思うんですけど、はい、はい、まあこういった形で2足発売されてまして、セールのカラーと、青磁って言われるカーキのカラーのものがあって、はいはい、このカーキのカラーのものはね、トラビス・スコットが履いてたんですよ、ね。そうなんですよね。はい、はい、まあこの、スワロフスキーのついてる、はい、ナイキダンクローに関しては、エイサップモブのエイサップパリとかはね、よく履いてたりとかしてたんですけど、はいはい、これ取れないのかなっていう話結構しましたよね。そうですね。パンツの裾が、擦りつけることによって、これ外れないのかなみたいな話を僕は当時したと思うんですけど、はあ、で発売されて、これ、まあ、日本での発売ではなくて、うん、まあ、瞬殺でしたよね、確かね、海外のサイトでも、ね。僕、その後もね、海外でのアフターマーケットでちょっと狙ってたというか、はい、気になってたずっとチェックしてたんですけども、はい、まあ、またたくまに20万円超えちゃって。ってましたよね。最初の1週間でストック X で、このセールのカラーと政治のカラーに関しては25万から30万ぐらいやってました。そうなんですよ。で、ちょっとね、値段が落ち着いたタイミングでちょっと買いたいなと思ってたけど、そのままね、はい、あんまり落ち着かずに。そうなんですよ。しかもね、政治のカラーに関してはね、最初出た時そんなに人気がなくて、うん、そこまで値段ついてなかったですよね。そうですね。US の9で、いわゆる27センチの僕のサイズでも、20万円ぐらいで買えるからっていう出品のでしたよね、そうですね、はい。それがですね、ちょっと忘れてたんですけど、はい、最近どうなってるのかなと思って、うん、まあ、今回ね、カクサスプランドフリーマーケットと来年発売ナイキダンクローの話をさっきしたタイミングで、どうなってるのかって見たんですけど、はい、驚きの価格で、政治カラーの方が、今ね、130万ぐらいやってるんですよね。135万円ぐらい。めちゃくちゃ高いっすよね、これ。トラビス・スコット効果ですかね。いや、わかんないですけど、はい。で、セールのカラーの方も、まあ、値段も上がってまして、そうですね。45万ぐらいはするみたいですね。はい。この、政治のカラーがちょっとエグいことになっているので、うん、もう手が出ないなっていう感じです。いや、もう絶対手出ないしかもね、
確かに7足しかもうないって書いてたんですけど。ああ、そうですね。7足しか残ってない、ね。って書いてたんで、はい、まあ、それもあってね、まあ、出品の数が減ってきてるってことは、値段が上がりますからね。うん、そうですね。ちょっとびっくりしましたね。もうこれ絶対手が出ないなっていう。続いてなんですけども、同じく CPFM の方が、ああ、そうですね。アパレル情報出てきてまして、はい。GoFree シリーズって言われる、以前リーグでさせてもらってたんですけど、はい、そっちの方がね、スニーカーズの方にも来てるんですよね。そうなんですよね。はい。これね、発売ないかなと思ってたんですけど、4月の8日に、こういった形で発売が来てまして、まあ、以前リーグでもお話しさせてもらったんですけど、はい、ホンダのね、なんかバイク乗る時のつなぎのようなデザインのカーパンのような元ネタになっているようなパンツがあるっていう話してたんですけど、はいはい、ちゃんと着てましたね、それ。着てますね、はい。はい、あと、古いナイキのデザインを連想するようなオレンジのパーカーであったりとか、はい、まあ、以前にお話しさせてもらったんですけど、長袖のポロシャツであったりとか、着てたんですよ。でエイサップモブのエイサップバリーが着てた、背中にサンシャインって書いてるパーカーとかあったんですけど、うん、はいはい、それも着て、今回発売着てましたね。うん、はい、普通の方は来なくて、アパレルの方は売るっていうね。なんかそうですね。そうなんですよね。はい。はい、まあこんな感じで着てたんですけど、はい。で続いてなんですけど、はい、キム・ジョーンズと、コンバースのチャック・テイラーのコラボ、ね。そうですね。はい。はい、まあこれコンバースの方からこういった公式写真が出てきてたんですけど、はい、そのタイミングでエンドクロッシングの方で、もう抽選の方が始まってまして、うん、これ発売がね、4月の8日なんですよね。そうなんですよ。はい。4月の8日にこのブラックのタイプとホワイトのタイプが、一応抽選の方来てまして、うん、ただね、エッセンスの方で僕が、久しぶりにコンバースの、チャックデーラーである、まあ、CT70 の方買ったんで、はい、まあ、その流れでね、まあ、こんな形で発売が来てまして、まあ、ヒアリさんちょっと気に入ってるんですよね。これ気になりますね。はい。これね、IB リーグと90年代のグランジを掛け合わせたようなデザインにしてるって言ってましたけどね。あと、これに付随してですね、こんな形でアパレルも発売するんですよね。はい、あ、そうなんですよ。はい。まあ、あのラックであったりとか、はい、スウェットのようなものであったりとか、そうですね、T シャツが発売するんですけど、はい、はい、で今回これ見てもらってる、キム・ジョーンとコンバースのコラボの CT70 なんですけど、はい、面白いのがなんか透明のね TPU 素材を上から乗っけてる感じなんですよね、はい、アイレットのあたりにね。そうですね。パドル部分にちゃんとチャックテイラーって書いてるんですけど、はい、はい、もうかっこいいっすけどね、まあ、そうですね。あのタンタグのとこにキム・ジョーンというね、はい、あのロゴも入ってるんですけど、入ってましたよね、はい、ああこの間 AMAX95 についてね、今度この CT70 といいますか、そうですね、まずのチャックテイラーでコラボしてるんですけど、なんか精力的にコラボしてますよね、はい、そうですよね、はい、はい、続いてなんですけども、はい、ナイキエアフォースワンでちょっと加わったものがね、はい、はい、このビッグナイキってね、まあ、通称ビッグナイキって僕が今言ってるんですけど、はい、このね、多分これ、ね、T はね、これインディゴになると思うんですけど、はい、こんな形で、ね、ナイキの方の公式写真でエアフォースが出てきてまして、はい、これは今月発売されるんですよね。そうなんですよ。今月の4月29日じゃないかと、はい。そうなんですよ、ね。話が出てきてるんですよね。はい、まあ、かかとの部分にね、まあ、僕らで言うとターミネーターのね、まあ、ナイキって書いてるのはビッグロゴじゃないですけど、はい、それを彷彿させるようなデザインで、まあ、以前にも話してたんですけど、90年代の半ばぐらいに、まあ、古着屋さん行った時にね、ターミネーターの、まあ、80年代のオリジナルが、うん、まあ、ヴィンテージ、まあ、デッドだったかな。なんかはい、まあ、ノットフォーセールでね、はい、置かれてて。で、触ろうとしたら、その鎖に繋がれて、シャーンって言うっていう。で、ひどい時やったら音鳴ってしまいそうなね、なんか装置がついてたりとかしてたっていう話をよくさせてもらってるんですけど、うん、まあ、その時のこと思い出すなっていう感じの。まあ、その後にもね、ビッグナイキといいますか、まあ、かかとの部分にロゴが入っているようなものっていうのは、ナイキから発売されるんですけど、はい、まあ、このエアフォースちょっとかっこいいなと思ったんですけどね。これ気になりますね。はい、結構これ欲しいなと思いますね、今ね。ね、日本での発売があるのかどうかっていうのも気になるんですけど、今月って、トラビス・スコットとエア・ジョーダン6のブリティッシュカービィとか発売があるんですけど、はい、こういったね、それ以外に、面白い、こういったナイキエアフォースであったりとか、うん、ハラチであったりとか、今月結構面白いですよね。そうなんですよ、ね。発売のね、まとめたりすると。はい。はい。まあ、このあたりもね、国内での発売情報っていうのが出てきましたら、また動画の方でお伝えしていきたいなと思います。で続いてなんですけども、はい、今日は音楽情報が。すごいあります。すごいありますか。はい。ちょっと見えないですけど、はい、以前からですね、イギリスのバンドで、はい、まあ、シューゲイザーの、まあ、伝説的なバンドで、はい、マイブラッディ・バレンタインってあるんですけど、はい、このマイブラッディ・バレンタインっていうのは去年ね、シュプリームとコラボして、うん、T シャツをいくつか発売されて、うん、まあ、僕らも買ってるんですけど、そうですね、はい、そのマイブラが、今年のね、3月31日に何か起こるんじゃないかっていう話を以前ね、動画にさせてもらってるんですけど、うん、やっぱりそれはね、過去の作品の、まあ、スポティファイとかの、まあ、解禁やったんですよね、はいはい。で、それと同時にですね、ドミノっていうイギリスのね、アークティックモンキーズとか所属しているインディーレベルなんですけど、はい、そこと契約したんですよ。
で、来月か再月ぐらいに、過去のアルバムをね、再発するらしくて、はい、そこのレーベルから出すんですけど、うん、契約の内容にね、2枚アルバム作るっていう契約があるみたいで、今作ってるらしくて、うん、1枚目の方がメロディアスな、なんか作風になるらしくて、はい、で、2枚目の方がすごい実験的な、今までに聞いたことないようなサウンドで、うん、今なんか制作してるらしくて、なるほど。でね、年内にレコーディングして来年までに発売したいっていう言ってたんで、前ぐらいってね、発売するって言っていつも出ないんですよ。まあ、制作費がめっちゃかかるって話。あ、4000万くらいかかった話ですよね。それでちょっとね、レーベルが潰れかけて、うん、オアシスのおかげで復活したみたいな話がね、あるんですけどね。はい。まあ、そんな前、まあ、2018年にも EP をね、2枚出すって言ってたんですけど、はい、結局出てないんで。うん、まあ、でも今回そのアルバムはなんか出ると思うんですけどね。なんか、うん、いつまでも出さなかったら、もう自分が70歳とかになってアルバム出すの嫌やって言ってたんで。ああ、そうなんですね。はい。なんで、なんか今回はね、ちょっと前向きにしてるみたいなんですけど、はい。まあ、楽しみなんで。はい。またその辺情報がわかれば。はい。以上です。今日冒頭でご紹介した、はい、CPFM とダンクのコラボなんですけども、はい、まあ、発売はね、かなり先にはなるんですけども、ね、まあ、今年情報は出てくるかと思いますので、はい、まだ出てきたタイミングで動画の方でお伝えしていきたいなと思いますので、気になる方はチャンネル登録もよろしくお願いいたします。はい、お願いします。はい、それでは本日は以上となります。ヒアレスでした。カイムです。さよなら。I'm sorry, but it's evident. You're on your phone 24/7. No reply when I ticked at 10 past 11. And I swear you only tell me what I wanna hear. The real thoughts buried deep beneath the love and fears. I'm in a muddle, lost inside a puzzle here. Honestly, right now, I don't really see no love in here. But I saw something in you, something in us. But I can't see a future without the trust. So I'm reminiscing visions that